やっほー、ムクエナです。あ、やばい、部屋着すごい見えてたからさ、しかもインしてたんだけど隠すとこ嫌だ。はい、ということで今日の企画はやってみたかったものがございまして、そちらがこちらのこちらでございます。てってれてってってーん、知恵の輪ですね。これね、あのね、ダイソーで買ったんですけど、うん、初級、中級、上級、上級ってあって中級を買ってきました、ね、ということで、まあ、今日はこれどっちが早く解けるのか、果たしてまず解けるのかっていうことをということで、こちらをねやっていきたいと思います。せーの、ムクエナチじゃあ開けていきまーす、待って、これ解き方正解は載ってるかもしれない。あ、あっあっ私もやんなかった。なんでそんな面白かった。これ答えですか。あっぷんとか焦ったそれじゃあ開けていきたいと思う。あ、まあ開けました何をどうしたらいいのっていう、まずいや、まずそれはわかるじゃん、外せばいいんだなって、うん、でも上級になると、そうか、こいつを外すんですよ。そう、上級になるとカメラに出てちゃう上級者やるから。ちなみにこれはですね、こんな感じになってて、多分このヒロヒロしてるやつ、こいつをね取ると思うんですよ、うん、一応分数測る。うん、なんかでもこれすぐ外せそうな感じするって言って外せないのが知恵の輪なんだって。だってこれ中級だよ。じゃあやっていきますね、はい、よーい、ドーン。押してない、押した押した押した。よし、よくさ、ファンの子にもさ、ムクエナちゃんってどっちが頭いいんですかみたいな聞かれるよね。いやでもこれは多分頭の柔らかさだから、そう、違うと思う帰り来ちゃダメだよこうやって、こういうのってこうやって回したりするとなんか回ったみたいな気がするよね。でね、外せんのかな。ここね、えっと、あ、外せたかと思っちゃった。ビビッとやめてようちがもう負けたのがもうなんか外せたかと思っちゃった。ほら、こうシュッていけたら終わりなんだけど、イライラしてきた。ねえ、答えみたい、もうすでに答えみたい。まだ見る。答え投げちゃったからダメだよ。あ、でもそこにあるよ。待って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 。今分かった気がしたのに、ちょっとでもどうしたんだろう自分。待って、あ、取れすぎた、取れすぎた。知らねえ。どうやってやったの。なんか、うん、あ、ここかもって思った。思ったんだ。うん、じゃあちょっと待って。どういう感じだった？ヒントじゃない？あ、取れた！これだから角度で取れたってこと？そういうこと。え、すげえ、ね、今考えれば簡単だね、うん、じゃあ実は私たち上級編も買ってしまいました。上級編は2つタイプ買ったんですね、うん、トーン記号みたいな、うん、これはなんか消防士みたいな感じですね。まあやってみますか。じゃあ待って、これ何を外せばいいのかだけ。ダメダメダメ、リングが外せるこれ解けんのかな、うちら。でも中級でこれぐらいってことはもしかしたら解けるのかな、頑張れば。じゃあ私はこの輪っかを取りますね、はい、これで、ムクリンはこの棒を取ります。それでは、よーい、スタート。これはね、やっぱり上級編でだけあって難しいです。早いよ、難しいどん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 
それ何奇跡？え、うん、あの半分分かりながら、半分分かりながら言った。なんかこれね、取れそうと見せかけて取れない。え、どこをさ、取ればいい？出るとしたら、ここを通すことができないと思う。絶対出ないじゃん。ピンポン取れてどうやって答え見てみたら答え分かりづら。答え4個まで説明されてんだけどさ、全然分かんないんだけど。嘘でしょ。じゃあ、ムクに一回説明書みんながやってたらできるのかやってみてよ。はい、リングに通してますね、これ。うん、多分通してるんです。むずくね、そこの、そこに行くのが。それ通ってるよね、これ。いや、通ってると思うんだけど。通ってるもんね。なんかこれ、リングの大きさ、でっかい気がしてきた。そんな不良品。え、でも本当に。そしたらできないじゃんね。ここの斜め具合。じゃあ、怪力でいくね。うん、あ、多少の怪力必要、もしかして。これ、あ、もしかしたら、もしかする、それは。あ、あ、いきましたー